ワンインチチャンネル、ステップバイステップ、始まりましたけども、はいはいはい、今日も絆ベースジムでやらせておなじみですね、はい、もう今日はね、ちょっとすごい楽しみ、はい、まあ、話せば長くなりますけれども、はい、まあ、未来モンスター、あ、はい、そうそう、確かに、はい、もう未来モンスター、そうです、ね、このワンインチチャンネルが、うん、お互いしようじゃないかと今のうちにね、うん、今のうちにっていうっていうのもなんでなんですか、はい、先生、はい、オンラインサロンをやっていまして、はい、オンラインサロンをやってて、うん、リアル稽古会があったんですよね。そうですね、はい、はい、そこで、うん、逸材がいたとだから、そのあの群衆の100人の群衆の中にキラリと輝くそう、今まで2回やってて、はい、1回目ヒロ先生も来て、はい、教えてくださった、あ、2回目もか、うん、1回目2回目ヒロ先生も行ったんですけど、その1回目の時にヒロ先生もあの子はみたいな、おい、東郷あれなんだっていう全然継承者候補今言ってましたんで、東郷先生のライバルになるかもしれんっていうで、びっくりしたんですよね、はい、やっぱ動きとかも、まあ、そうですね、だからちょっとその子がどういう子なのかっていうのを、うんうん、今日この動画にしようと思ってるので、はい、早速お呼びしたいと思います、はい、どうぞお願いします。かわいいな、かわいいな、小町ちゃんです。小町ちゃんよろしくお願いします。ようこそ、すみません、来ていただいて、いや全然出たかったです。本当に俺のデータ的にはごめんやけど、自分で言うのもないけど、同級生は見てないよな。いや、ま、見てない、全く全くそうなの、全くっていうか、全然格闘技に興味ない。あ、そっか、人ばっかり。そうです、みんなはワンインチチャンネルは同級生は見てないか、まだ見てない、うん、でも自慢してきました。でも出ることを自慢してきました。ワンインチチャンネルに出るぞって、はい、みんなどういう感じだった。へえ。まだまだまだですよ、はい、やっぱ50代以上ですから、そうですね、はい、四五時たちを相手にしてますから。え、小町ちゃんは今おいくつなんですか。今13歳の中1です。中1、中1なんですね。中1、はい、中1でジーク運動のそのリアル稽古会に来てくれたけど、はい、他もジーク運動も今はちょっと練習してるらしいけど、うんうん、昔から格闘技はやってたの。はい、2年生の時から格闘技を始めて。小学校2年生の時から。はい、空手をやって、うん、はい、今はキックボクシングと柔術をやってます。柔術もやってる。柔術もやってます。で、ジークンドーも今練習してる。練習してます。もう順当にいけばライジンですね。絶対ライジンだねそうだよね、キックボクシングと柔術までやってたらね、うん、で、学んでる人は言っても大丈夫。ああ、大丈夫ですよね。師匠というか。師匠はキックボクシングは、はい、週に1回、はい、K-1 の山崎秀明選手に座ってます。山崎さん来ました、ビッグネーム、はい、山崎選手ですよ。レジェンドというかね、はい、だ1回目の稽古会の時は小学生だったってことで。いや、そうやね、すごいな。そうだ、もう1回戻してるけど、同時訓練にたどり着いたの。いや、すごい嬉しいことやねんけど。いや、YouTube を見てて、うん、でもキックボクシングに通じるものがたくさんあって、うん、オンラインサロンあって入ったみたいな感じ。すごいなだったらその動きを見して、はい、じゃあ僕がミットを持ちましょうかね。そうそう、お、珍しい、はい、すいません、平さんもいないんでそうそうそう、はい、ちょっとミットを打ちを見せてもらってもいいかな。で、トマちゃんに打ってもらってっていう感じで、はい、ちょっと、はい、お願いします、はい、今のところ見てください、もう少女です、可愛らしい少女ですね、はい、本当よね、少年と少女、少年と少女、少年と少女、可愛いなんでしょ、そんな感じで俺が少女、お兄ちゃんはい、お兄ちゃんで、じゃあ、はい、行きますか、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、で準備できました。はい、来ました、はい、じゃあ行きましょうかね。珍しいですね、トレーナー、はい、ちょっと背がトレーナーします、はい、はい、ファーストコンタクトなんで、はい、まあ言ったものを出してもらう感じ、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまずじゃあ、いい音だな。まず、おお。クロス重っ。ちょっと待って、すっごい重い。はい、ワンツー。伸びてますね。すげえ。蹴りも見とくか。はい。よっしゃ。おー、いい。はい、ロー。よっしゃ。
はい、見とる。ちょっと待ってすごいっす予想以上。いやいや、蹴りやばいよ。いや、ストレートでもめちゃくちゃ重いし、うん、ちょっとゆきやさん持ってみる。いやいや、ちょっとちょっともう問題のこと言うことじゃないけど、もう足しっかりしてるのよ。確かに、まあ、軸もね、ぶれてないからね、はい、ちょっと待って、リードのさ、うん、あの蹴りがかなり重かった。どう思ったらいい。おいちょっとしっかりグッとグッと押し込む。もういってちょっと待ってほんまちょっと待って。はいはいはい、どうですか。ホーストです。ハーストじゃあほんま。ちょちょ、中1では絶対ない。中1だって。いや、中1ではない。ちょっともう、もう一回ちょっと待って。ちょっと重ない。いやいや、重いよ。ダメだって。重い。あのね、すごいしなってるし、なんかその体重の乗せ方もすごい上手くて、うん、あの力が抜けたいい蹴りですね。あ、本当にパンチのスピードも速いし。速いっすね。速いよね。フォームが綺麗ですね。いや、フォーム綺麗。ここも蹴ったらめっちゃ練習してるの。蹴ったりしてるの一人で。それは。ちょっと一回やってもらっていい？もうちょっと痛いからさ、うん、蹴るかパンチでも普段の。わあ、いい。いい。これはお互いですね。これはちょっと待って。うちが発掘した。うちが。契約します。契約。何の契約？ちょっとワイドチャンネル所属選手すごくないですかこれ。すごいすごい。なんか先生から見てというか、うん、キックボクシングスタイルだと思うので。スタイルがキックボクシングですね。ちょっとその、はい、まあ、サロンのジークンド的にサロンの弟子でもあるんですけど、はい、ちょっとそうですね、ワンポイントアドバイスというか、う、ね、指導を。じゃあ、はい、ね、クロスからフックをちょっと見せていただいて、はい、そうそうそう、はい、まず、マジで、まあ、この時点でもうめちゃくちゃ重いんすけど、はい、一回、OK、で、今、フックの時にクロス打って、そう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 、ここで、この膝と、前足のつま、あ、ま、後ろ足のつま先が少し内側にこう、向きすぎてるのかなと。ジー君の的にはここにまっすぐ揃えるんですね。入りすぎちゃってるってことですか。そう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 、ここを怒らないで、そうそう、で、こっちもガッと落として、よしよし、うん、いいっすね。で、フック、クロスからフック、うわー、重たいんだけど、これね、もっと重くなる。うん、今、フックの時に、はい、このままこの場でこう、回してるじゃないですか。そう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 。で、そこで、もう少しさ、ここから後ろ足をこっちにステップして、そのステップと同時にこっちに、そう、これもステップ、ツーワン、ツーの時にこのかかとをこの真横に向け打つ方向、ここだ、こっちに、ここはこれ以上回さない、ここ、で、腰を先に切ってこのフォームですね。もう一回、このフォームを作るようにクロスからここからステップをこっちに行くから、こうステップして、クロスから、これこうしてる。もう一度、ワン、ツー、まあ足がね残っちゃって、もっとここに寄せる、ここまで、そう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 、さあ部長、重くなってきました。もうちょい重心を、ああ、そう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 、今今、もうちょい後ろで、うん、そう、そう、腰しっかり引いて、オッケー。はい力の入れ方というか、うん、そうっすね、方向今ちょっと修正しただけで、うん、しかも言ってすぐこう結構できるんで、すごいっすね。殴ってみてちょっと足変えただけでもちょっと違う感じした。違います。違うよね。だいぶ重くなりましたよ、体重が乗るというか。もともと重かったっすけど、うん、さらにで、今の打ち方だとここからヘッドスリップ少ししてるんで、はい、ストレートもここで例えばクロスで、ここに頭があるから、そうそうそう、頭1個分ずらすこと、ステップする、ステップする、そうそうそう、
そう、ステップ、サイドステップ、ステップ、シュッ、OK、こんな感じですね。すごいな。いや、だいぶやばい。レベルさらに上がった。あ、上がった、上がりましたね。受けてて、もう肘、ここまで来ますもん、衝撃が。音がすごいもん。こう、肩と。すごいもん。一応、ワンインチチャンネル、所属コメント。そういうの事務所に所属コメント。そうなると自動的にユキオさんいなくなりますね。2枚看板に事務所は。そうだね。だけどやっぱりこんだけの逸材がいるから、ジークンドーもね、あのサロンで勉強してるっていうことなんで、東郷先生とちょっとスパーをぜひやりましょう。はい、マススパーみたいなしていただければなと思うんですけど。はい。いいですか？もちろんです。大丈夫？はい。いや、これ見たいですね、はい、ねえ、お願いします。天才少女と天才少年だ。少女じゃん。ほんま、ため同級生来てくれる。はい、だからさ、1分間の悪いマススパーを見せてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。マススパー、マス、1分間のマススパーリングになります。はい、はじめ、はい、お願いします。そうそう、いやいはい、動きの多い、早いね。すごい。途中出たサイドキック。いい。いいサイドキック。テンション上がって1分10に。長めに放送して。長めのオーバー延長戦してました、勝手に。いや、フットワークも素晴らしいし、なんかこう攻撃を仕掛けるタイミングとかも、もう本当に素晴らしいですね。コマちゃんどうだった？どうやってみて。いや、早い。早い、ありがとうございます。早いよ。当てづらいというか、当てづらいし、簡単が狙われてる感じが。はい。普段そのキックボクシングとかの相手と対峙した場合と全然違う、先生との距離と。全然違う、みんな奥の蹴りとかばっかりが遅いし。ああ、対応しやすいってことね。でも小橋はもうそのリードハンドをやっぱうまく使って、リードハンド、リードキックをね使ってましたね。クラスの男の子とか誰も勝てないんじゃないかな。勝てないでしょ。みんな知らんふりしてる。いない存在に使われてる。隠してる。隠してる。いや、隠してるってか知ってるけど、別にそんな暴力とかやらない。そりゃそうだよね。そりゃそうです。隠してたらもうマジかっこバキだけどね。普通の学園生活を送ってるって。そうか。なんとか我々でプロデュースしていきたい。そうですね。任せてくれ。任せてください。いや、本当にすごい。自分は実ってないけど、わかります、やり方は。はい。きっとわかんのかな。実ってないですけど、周りは見てきてます。はい。いや、でもその将来的には多分もうライジン選手かになるってこと。うん、うん、あとオリンピックとか目指すってこと。オリンピックとかライジン。あ、もうプロ選手になりたい。プロ選手になりたいんだね。だからこういろいろ今広くこう勉強して自分の体にこう落とし込んでるんじゃないですか。すごい。素晴らしい。高校生ぐらいで格闘技始めてプロで活躍する人もいっぱいいる中で、中1で今この状況ですから、ね、このレベルだもんね、中1で今。ちょっとでも想像以上に、すごかったですね。いや、と思ったら、もうよ、分かる、すごい分かる。俺マジでちょっと舐めてた。そのキック、引いたもん。でしょ。冷めた、ちょっと。冷めた、ちょっと。重すぎて。逸材。はい。はい。未来モンスター、
見つけたっていう報告でした。本当に素晴らしいですね。でこれでね、ジークンドーもね、はい、習ってったら、うん、最強になるかもしれない、うん、今日やってみてどうでした？いや楽しい楽しい楽しい。やっぱすごい好きなんだよね、その格闘技っていうか武道とか、うんうん、すごい好きな、それがすごい分かる。もう受けミットも受けてみたいな、はあ、その情熱がすごいですよね。なんかフレッシュなパワーをいただきました。確かに、めちゃくちゃ平さんからは全くないやつです。なくなっちゃった。誕生前からだからもうおじさんたちはもうおいってなるやろ。必死で応援してくれるからと。いや本当そうじゃん、皆さん応援しますよ、はい、俺は、はいはいはい、本日はありがとうね、来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こっち側を開くのでここに